サニです。私はね、ガクトが大好きなんやけど、本当はこの油絵の代わりにガクトのタペストリーを貼っとこうかなと思ったんやけど、別にガクト推しチャンネルではないのでこんな感じになりました。私はもう17、8年ガクトの大ファンやけど、去年は初めてライブ見に行けて、で今年も一回ライブ見に行きました。ほんまに良かったけど、ほんの一個だけめちゃめちゃ悔しいことがあった。それはラストソングという曲をする前に、その歌はどういう歌なのか、何をするのかって説明した時に、こう恋愛には男がいて女がいて、でこの歌はその女のパーツで、そのケイっていうミュージシャンもあのピアノ弾いてちょっと歌ったりはしてたので、このケイに男のパーツを作ったのよとか言ってたのよ。え？恋愛が必ずしも男と女と言えないなって自分の中で思ってて、しかも私は女性で、女性と恋愛してるわけなのよ。じゃあ私たちの恋愛は結局恋愛ちゃうのって考えてしまって、ちょっと悲しくなりました。もともとその歌は別にね、女性の気持ちなのか男性の気持ちなのかあんま考えたことなくて、ただただガクトが歌ってて、それはある意味ガクトの気持ちであって、ある意味また聴いてる人の気持ちにはなってるかなって思ってるので、あんまり性別関係ないはずなのよ。でもガク君にそんなこと言われて、なんかしょぼーんとしました。ビジュアル系業界は特にその LGBT 当事者も多いはずなので、なんかこれで排除されてしまうというか、ファンの中に当事者もいるんだなってことはね、全然考えてないみたいで、ちょっとね悲しくて悔しくて、正直言うとちょっとだけ落ち込んだ。ほんでこの間男友達と一緒にランチ行ったり、ちょっと南でブラブラをしてたら、マジシャンの方がおってさ、ちょっとマジックを見てもらったんやけど、途中でカップルですかって聞かれたのよ。まあそれは仕方がないって思われるかもしれないけど、私と付き合ってる人とヘップファイブでこう写真撮ってもらった時に、さっきに言ってたあの男女のカップルにその写真撮ってる人が、そういう今日は記念の日みたいなとか、もうちょっと近くて、もうちょっとこう仲良くみたいな、はははっていう風に指示したんやけど、私たちはもうそのまんまなんか何もなくて、男と女イコールカップル、同性同士イコール友達っていうわけでもないし、そういうのを覚えていってほしいのよ。人の性別とか性表現によって、あ、この人たちでカップルや友達や家族やっていうのはあんまりね、想定しない方がいいかもしれないんです。ガクトとそのマジシャンはどんな言葉を使ったらよかったのかっていうと、まずガクトの場合は恋愛には2人がいるんですよね。だいたい1人では成り立たん。まあポリアモリやったらね、3人以上も全然ありえるけどね。とにかく2人は必要。それはただ2人の人っていう表現でよかったのよ。ほんで、その別れをつけた人のパーツで表現したらよかったんかもしれないな。っていうかそっちの方が絶対よかったのよ。ほんでマジシャンの方は、カップルですかっていうよりも、どんな関係ですかって聞いたらいいんちゃうかなと思ってます。それやったら相手に聞きたいこともちゃんと聞けるし、そういったね、ジェンダーの問題もなくなるわけやな。だからこんな話をすると大体ね、女がいてあかんの、男がいてあかんのって、ね、言う人もおるんやけど、そういうのじゃなくて、ただ相手のジェンダーをまず想定するのもあれやし、まあ性表現はちょっと男っぽいけど実は女だった、その言う人がお兄さんって言われたらちょっと嫌やっていう人もいてるし、そういうグループっていうか、まあ、2人で行動して、この人のジェンダーはこうだからきっとこの二人はカップルであろうとか、そういう想定はあんまりよろしくないし、
こう間違った対応をされて繰り返してこう積み重ねていけばやっぱ本当に傷も深まっていくし、それこそ自分らしくオープンに生活するのが難しくなったり、なかなか心が開けなくなったりするので、ほんまに言い方を少し変えれば結構改善するのよ。じゃあその人たちに赤っぷりですって言われたら、じゃあカップルですよって言えばいいし、私もね、女ですって言ってるので、私のことを女って言っても全然構わへん、だってそれが事実やからね。ということで、本当に小さな言い方の変更とかで相手を喜ばせること、不安にさせないことはできるので、それがやっぱ大事やな。自分のそのちょっとした都合よりはやはり相手を尊重することが大事やと思ってるので、皆さんもぜひ自分の言い方にもっと意識して、あ、こういうところはちょっと変えた方がいいんちゃうかって考えてくれたら嬉しいです。ほな次の動画でまたねー。